は、かなのあですぴー。はい、ということで、今年もついにラスト。ラストですよ、皆さん。ラストログです。早い。最後じゃん、うん、何しようかってなりまして、うん、なりましたね。今回、なんと、2018年、最初で最後の、質問コーナー、行ってきまーす。インスタとかツイッターで、あの、投稿して、みんな、答えてくれてありがとうございます。ありがとうございます。結構ね、たくさん来てびっくりした。1000ぐらい行ってたと思う。合わせてそんぐらいだよね。合わせて1000ぐらい来てた。ありがとうございます。本当にありがとうございます。質問たちがこの中にいっぱいいるんです。こっからこうやってテンって撮って見て、その質問に答えるという形に今回したいなと思っておりますので、じゃあ早速2018年最初で最後の質問コーナー、イエーイ、スタート。じゃあ最初、カナが聞きます。聞いてください。でん、スマホカバー見せて。汚いんだけど、なの。なの、あ、アイフェイス。ハゲてる。何色する、もともと。なんかこの色、水なんか。もうなんか違う色だから、ちょっと新しいの買うよ。カナは、ちょっと今、自分の携帯で撮ってるんで、携帯はないんですけど、これ。超かわいい。このシリーズ好きなの。H&M 派、フォーエバー派。おー、難しい。あーせーの、H&M。 あー、分かれた。真剣な相談です。最近カナノワが好きすぎて辛いです。どうしたらいいですか。そんな好きになられちゃった。待って、困っちゃうよ。困っちゃうよ。今年、ごめん、漢字一文字を表すと、前って感じのは、おー、もうなんかテストが悪くても前に進もうみたいな、ポジティブに生きてた気がする今年は。おー、なるほどね。悪いことがあっても、なるほどなるほど。カナは合うかも。合う。今年は本当にいろんな人と出会った。質問じゃないけど、受験生へ一言。頑張って、応援してるよ。イエーイ。好きなタピオカは、ノアはゴンチャの抹茶、ほうじ茶ミルクティーも好き。カナは、カナ言うたけど、ゴンチャしか行ったことない。カナはド定番のミルクティー。おすすめのカメラアプリ。通常の iPhone の入ってるカメラが好きです。スノー。付き合ってくださいって言われた時の返し方、好きだよ。イエーイ。好きだよ。カメラにやって。好きだよ。なんかよ。もうこれでのままもズキュン。次、カナちゃん、好きです。付き合ってください、お願いします。今だ、もう今のところね、保存しまくりだよ。スクショスクショ。お互いをルーツで例えると、あ、フルーツで例えると、パイナップル。パイナップル好き。カナはイチゴ、なんか甘酸っぱいみたいな。好きな服のコーデ、最近は白の羊みたいなやつが好き。やっぱパーカーが好きです。カナのおちゃんに相談です。1年前から好きな人がいて片思いです。好きな人とクラスは違うけど、ミアンとか LINE を交換したくて、でもなかなか勇気が出ないです。どうしたらいいですか。もしお友達だったらあれじゃない、ちょっと勉強教えてほしいから交換してくれるみたいな。あ、いいね。もうちょっと遠回しに行く。ね、カナだったら、カナだったんだけど、カナの友達が言ってたのは、うん、もし可能であれば文化祭とか、そういう中学旅行とか体育祭とか、そういうイベントで写真撮って写真送りたいからって あげるみたいな。そう、あとか、あとなんかインスタの DM でずっと話してて、めんどくさいから LINE 交換しないで。ああ、いいね、いいね、とか言ってた友達が。だからちょっと遠回しに頑張ってください。頑張って。カナノアちゃんの他の人には負けない相手の好きなところは。すごくまっすぐ。そんなまっすぐじゃないんだけど。まっすぐカナはね、うん、なんかね、こんな頑固でもね、本当に優しいの。たまにね、なんか嫌なことあってもね、カナはね、なんかね、なんかわかんない優しさが溢れてる。お互い愛してるということで。そうです。好きなプリキュア、ピンプリ。ときめきルーム、ヌール。ディズニー行きたい。でもお金がない。どうするべきですか。貯めるんだ、お金を。お金を貯めるんだ。最後です。誕生日。誕生日は8月28です。11月11日です。ということで、今回は、まあ、今年ラスト動画ということで、2018年最初で最後の質問コーナーやっていきました。また募集するので、その時まためっちゃコメント待ってます。てください。お願いします。お願いします。2018年最後でした。ありがとうございました。ありがとうございました。また来年もお願いします。お願いします。良いお年を。良いお年を。バイバーイ。バイバーイ。